明日からの酒税改正を前に増税となる第3のビールの駆け込み需要が週末にかけてピークを迎えていますこちらのコーナーにはたくさんの第3のビールが積まれていて中でも景品付きの商品が人気だといいます明日10月1日から酒税が改正され第3のビールと呼ばれる新ジャンルは350ミリリットル1缶あたり およそ9円引き上げられます。都内の店舗では今月に入り、第三のビールの駆け込み需要が増えていて、売上も先月に比べおよそ1.4倍になっているということです。10月1日から値上がりということで、昨日2ケース買って、今日も2ケース買ってみたいな。一方で、明日からビールの取税は引き下げられるため、メーカー各社は、 ビールに対する投資を加速させています。